始まるよ。カカピーどう？今のはやばい。今のやばかったよな。やばかった。えぐいよな。もうほんまに食われると思ったもん。うんじゃまらみー。ナマステー。ナマステ出ました。買ってきました。石垣のドンキホーテで20個限定宝箱。お宝いっぱい宝箱買ってきました。僕は紫と青買いました。タカピーは黄色と青買いました。はい。マジで何入ってるか分からへんから。えぐいよな。え、青カレーですよ。2人とも青持ってるから。バラバラなんかな。でも20個限定やからな、これ。うん、え、青カレー行こう言うてん。これ1個500円です。500円。マジで店員さんも何入ってるか分からへんって言ってました。え、マジで一応、ゆっくり見た方がええって。あげますね。え、これみんな、なんか、え、バラバラやんな、入ってるもん。これ何これ。あ、これ、1個ってこと？え、これ何これ。え、けん玉やってなかった。やってる、やってるけど、じゃあ次行くで、うん、行くで、行くで。しかもオリンピックなんか。僕これ当たりました。ポテトはこれです。オリンピック仕様のけん玉。え、マジいいよ。触らして。僕紫行きます。紫。何これ。黄色行きます。紫行きました。え、マジで手触らな分からんやな。え、これやばいな俺。え、ちょっと俺もうドンキ行こうかな。なんで。20個限定で両方限定でドンキ行こうかな、マジで。え、けん玉2個いった。俺これどちらかというとタカピの方が勝利やな。タミ、今日どこ行く？今日あの鍾乳洞行きましょうか。鍾乳洞行く？はい。どっちの方？近い方。近い方な。オッケー。じゃあ、挨拶するの忘れたから。あ、挨拶してくれる？はい。あ、じゃあ、こんにちは、タカピーです。おい。着きました。着きましたね。ほな、行きまっか。はい。おい、えぐないあれ、なんか回転の。石垣。ニュート、あれ、あれ読めんくても雰囲気分かるよ。あれ、小ニュートって読むんだ。そうなの、俺これどうやって読む、なんて読むところなんかなと思ったけど、これが小ニュートって言うんやな。ちょっとあんまり子供とかも見るからさ、ちょっとひどいこと言わんといて。頼むで。もっと、オブラートに言ってくれ、オブラートに。言ってんのかって。あかん、出されへんな。何あれ、何。はい、鍾乳洞着きましたよ。行きますか。おい、やばいな、魔界みたいな、うん、魔界、ようこそ。つららすごいな、うん、これすごいな。見て、七福神鍾乳洞って、これ形が、ほんまや、顔。え、どれが顔分からんけど、でもなんかいいらしいで。涼しいけど暑いよな。すごい綺麗は。すごい綺麗っていうか、どうなってるんこれ。ピカピカ光ってんもんな、なんか。鍾乳洞の入り口。あ、これが言うとったらイルミネーションしてるよ。すげえ。これがすごいな。言うとったやろ、イルミネーションしてるって俺。言うました。言うとったやろ。いや、覚えてない。言うとったやん。イルミネーションしてるで、ここって。見て、カカオみたいな鍾乳洞。カカオ鍾乳洞発見しました。カカオ鍾乳洞。え、今閉したお前。タカピ閉したやろ今。今閉せんかった。どうし。あれ絶対閉したで今。
イルミネーションしてます。鍾乳洞です。綺麗ですよ。奥まで見たい意味な。よし、見してあげよう。パコン。はい、どうでしょうか。キラキラ鍾乳洞です。暑いな。ハムナプトラみたいな。見てください、すごいよこれ。いや、じゃあアスパラ鍾乳洞っぽい。アスパラ鍾乳洞って呼ぼう。ボブサップはここ通られへんな絶対。ボブサップ絶対無理やろ。でかい人の基準のボブサップ無理。ボブサップ無理やな今のと。トトロおるんかな。あ、これトトロちゃうよ。あ、鍾乳洞トトロ、これトトロやって。あ、トトロや。隣のトトロ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 。これがメイちゃんかな。で、これがちっちゃい方のトトロかな。うん、これがマクロクロスケかな。うん、上がきついな、これ上がきついな。上きつない、うん、なあ、ベノムの歯みたいになってる。鍾乳洞さん、バイバーイ。暑いな。なんか食いに行く？行きますか。どこ行く？ティラート行きますか。じゃあ、みるみる行っちゃう？行きますか。レッツゴー。で、やってや。あ、ごめん、画面って、あの、届いてなかったらもう帰ってくれへん、ごめん。2回やってくれるんや。高部着いたで。えぐいな、うん、ちょっと見に行く。こっちでジェラート食べる方で、こっちが売店とか、これなんやな。みるみるさん。ちょっともうそれ以上いかんのか。暑いわ。太ってるからさ、しんどい。ジェラート食う？じゃあ、それではジェラート注文して買いに行きましょう。いや、カモン。高見何買ったん？俺これ、ミルクと、ミルクと紅芋。島バナナ。うわ、渋いな。いったな、渋いな。ちょ、マジもっと溶けてきてんで食わな。ミルク激うま。この景色で、うん、クソ暑い中食うアイスうまいやな、うん、うすっそしてや。じじいうまい。でも今まで言ってさ、アイスクリーム屋さんの中では一番やな。あ、こんにちは。こんにちは。どなたですか。え？なんで？きつ。ほんまにきついね。見てくれてありがとう。